1月23日、株式会社クレディセゾンの山根営業推進部長らが愛媛県庁を訪れ、平成30年7月豪雨災害にかかる義援金として737万2500円を愛媛県に贈呈しました。山根営業推進部長は、この度の災害においては被災された皆様にお見舞いを申し上げる。弊社では災害の発生以降、ポイントプログラムで義援金を募ったところ、約1万3000人の方から義援金を頂戴できた。被災された皆様が一日も早く穏やかな生活を送れるようお祈り申し上げると述べました。これに対して中村知事は、この度は義援金をありがとうございます、いただいた義援金を責任を持って被災者に届けさせていただく、ご協力いただいた会員の皆さんに県の方からお礼の言葉があった旨をお伝えいただけたらと述べました。